下野ひろと梶裕貴のラジオミスティ。はい、皆様こんばんは。ということでついに始まりました、はい、僕たち2人でお送りします、ね、ラジオミスティ、はい、ということなんですけれども、ね、はい、いやもうあの初回ですよ。おー、初回ですよ。はい、梶くんどうですか。いやもうね、本当にいかんせん緊張してますね、うん、もうね、ひしひしと伝わってるね、はい、あのさっきまでこう打ち合わせしてた、うん、あれ、あの感じではいけない。さっきまでなんかもう梶くんはもうほんとダジャレ連発するぐらいの勢いでなんか頑張ってたけど自由な感じだったんですけど、梶くんあれかな、なんかその緊張をほぐすためのダジャレだったのかな、あれはかもしれないですね。もうマイクが怖い。何言ってんだよ俺らだってマイク使う仕事でしょ。で、ね、もうこの空間に入るとダメですね。あ、本当に、まあまあ、まあまあね、2人しかいないからね、はい、そうですよ。まあ確かに俺だったらちょっと心もとないところもあるから、ね、いやいやいや、そこは下野さん頼りでもお願いしますよ頼りにしないでくれよしますよ。俺は俺で不安なんだよお願いしますよ。俺だって緊張するよ、久しぶりだもん久しぶりなんす、久しぶりのパーソナリティ。あ、やっぱりね、はい、うん、お願いしますよ。はい、というわけで、こんな雰囲気でお送りするラジオミスティ、はい、最後までお楽しみください。ではラジオミスティ第1回、大嫌いなものはプレッシャー。改めましてこんばんは、下野ひろです。こんばんは、梶裕貴です。はい、というわけでですね、はい、第1回目ということで、はい、まああのですね、知っている方も知らない方もいらっしゃるのではないかなということで、まずは自己紹介をしていきたいんですけれども、はい、台本上では、梶くんがですね自己紹介ということになっているんですが、はい、梶くんラジオ初めてなんだよね、パーソナリティとしては。パーソナリティはなんか一回まあ番組ので一回だけ特別であったんですけど、うん、まあ初めてですね。初めてに近いという形で。そうですね、いやもう初めてです、じゃあお前ちょっとそれは逃げじゃねえかいやいや、もう初めてだなこれ。まあまあそういうことなのでね、うん、まあとりあえず自己紹介をじゃあ僕からしていくということでお願いしますよ先輩。はい、わかりましたはい、はい、アイムエンタープライズに所属の。ちょっと待った。何なんか、なんすかその感じ。なんだよ、かわいいじゃないですか。かわいい、かわいいか今のなんかアイムエンタープライズに所属のみたいな感じが、うん、いや、やっぱじゃあ1回目だからウィウィしく言った方がいいかなって。なるほど。あ、じゃあすいません、止めてすいませんでした。はい、お願いします。アイムエンタープライズ所属の下野ひろです誕生日は、うん、4月21日です。もう過ぎちゃいました、ピチピチの28歳です血液型は B 型、お牛座です。よろしくお願いします。いやいいですね。何がな何がいいんだい。なんかね、そういうなお見合いというか合コンというか。何言ってんだよなんかそういう、そういういいフレッシュなね。あ、フレッシュな感じが。待って、カジ君にフレッシュって言われちゃったよいやいや、じゃあ僕、まあまあカジ君のね、じゃあ自己紹介を。はい、はい、どうも、はじめまして、アーツビジョン所属のカジ裕貴です。9月3日生まれです。誕生日はまだですあ、乙女座の大型です。大型です。下野さん助けてください何をどう助けりゃいいんだよ。何言ってるのか分かんなくなっちゃうんですよね。大丈夫か。いや、ダメです。ダメだよね。ダメですよ。そうだよね。はい、ダメですよ。なんで急にトーンダウンした。いや、なんかもうあの出だし、ああよし、いい感じだ、初々しいぞって思ったのに、なんかあの嘘ついてる感じが。なんで嘘ついてないでしょ今どこに誤報があったのよ。じゃあ情報的には間違ってないですけど、うん、このテンション的にそんなフレッシュでもないかな。別に普通にやればいいよそんなの。いや、普通はこういう感じなんで。俺はちょっと自分で普通になんか自己紹介するの恥ずかしいなって思ったから、ああなるほど、ああいう感じで言っただけで。あ、じゃあいいんだよ、カジ君はカジ君のままでいい。あ、本当ですかなんだろうこの。まあこれがミスティ、ラジオミスティってことね。そうだねミスティってなんかもうちょっとぼんやりしてるみたいななんかもやっとした感じのそういう感じらしいよね。伝わればいいか、伝わればいいかダメですか。しっかり伝えていこう。しっかり、ね、伝えるべきこと。ぼんやりした中からしっかりしたものをこうピックアップして、すいません、いろいろ伝えていこうということで、ね、はい、はい、うん、というわけでですね、まあ、あの番組の方なんですけれども、ね、はい、今回初回なのに、うん、もうすでにお便りがあるという
下野さん、梶さん、はじめまして。ラジオが始まるのを楽しみにしていました。早速お二人に聞いてみたいことがあります。下野さん、梶さんの、お二人でパーソナリティを担当するのは今回が初めてだと思いますが、はい、お互い初めて会った時の第一印象はどんな感じでしたか。ぜひとも教えてください。ほう、はい、初めて会ったのはと記憶が確かならば、うん、多分どこかの、まあ、同じような CD、同じような CD、同じような CD、 何この B、 あ、 BL、 B な L な感じの、ね、B な L なっていうのBL の、 の多分、うん、まあ、収録の時かな。そうだよね、多分それが初めてだよね。いや、僕は、うん、もちろん一方的に下野さんのことを、うん、まあね、存じ上げておりましたし、うんうん、まあ、事務所も、まあそうだね、すごい回数が違うぐらいなんで、うん、俺もね、はい、あのその作品の前から俺も知ってたの。え、本当ですか。うん、どこぞ の、 あのウィング翼ってやつがさどこぞのっていうかもう、うん、だいぶもう本当いろんなところで言ってるけどはい、はい、もうやつからね、カジ君、カジ君っていう風に、ね、あ、本当ですか、うん、もう聞いてたからね。はい、まあ、双子役ということで。そうだね、双子役だね、うん、もうその時のダメ出しっていうかさ、なんかダメ出しじゃないんだけどダメ出しじゃないんじゃないですか。二人とも似てるねっていうディレクターさんから、ディレクターさんから二人とも兄弟みたいに似てるねっていう風に言われて、うん、で、うん、まあ、なんかそ他のなんかそういう聞いた方のいろいろお話とか聞くと、うん、なんかやっぱりすごいそっくりみたいな。そっくりらしいね、うん、っていう話をよく聞きますね。侵害だええー、侵害なんすか。俺侵害だ、ちょっとやったとは思ってたのにな。なんで、まあまあ、なんでですか。まあまあ、これから僕たちはこうライバルとしてね、ちょ、頑張っていかなきゃいけない。まあ、ライバルとして僕はだいぶ不利なんだけれども、ね、なんでですか。年齢的にも僕はだいぶ不利じゃないか。いやいやいや、それはもう先輩としてなんだ、先輩僕、まあ、ペーペーですから、もうほんとここから下野さんのいいところをどんどん盗んで、このラジオを通してね。ただまだね、あのメールがね来ているので、はい、じゃあ、 あのカジ君紹介してもらっていいですか。はい、ですね、うん、下野さん、カジさん、あ、これはいつ、あの、なんとかネームってミスティネーム最初に言っといた方がいいよ。そうですね。あ、カジ君、あの、皆さんカジ君初めてだからわからないから、まだね本当にすいません、うん、あの、まだね、あの、これから徐々に覚えていこうね、カジ君ね。二度としません。大丈夫だよ、あの、名前から言ってあげてはい、ミスティネーム、グララさん、はい、いただきました。ありがとうございます。下野さん、カジさん、はじめまして。はじめまして。ラジオのパーソナリティになられたこと、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。新しいラジオが始まるという話を聞いて、うん、ホームページを見たら、うん、大好きな二人がパーソナリティだと分かってびっくりしました。まあ、配信日が待ち遠しくて仕方ありません。お、いつも応援してますので頑張ってください。頑張ります、うん、ちなみに、うん、下野さん、カジさん、うん、お二人でしたら、うん、どちらがツッコミ担当でしょうか。私の中ではお二人ともボケ、うん、またはいじめられキャラなのでこっちも気になります。こちらの質問にも答えていただけると幸いです。さすがにね、はい、ダブルボケだとね、うん、ちょっと成立しなそうな、成立しないし、うん、聞いてる皆さんももうそれこそ本当にミスティーですよまあ、聞いてる方がツッコミ担当みたいなまあ、それはそれで面白いかもしれないけど、まあ、まあでもね、そこら辺はね、まあでも今現在聞いていただければ分かる通り、カジ君も今現在てんやわんやです、頭の中いや、てんやわんやではありますけど、うん、本当は、うん、僕ツッコみたいんですよ。へえ、ツッコミ、ツッコミですよっていうか。あ、そうなの。あ、まあ徐々にツッコめるようになればいいよ。なんすかその、お前は最後まで無理だろうけどみたいな。まあまあね、さすがにほら僕はさ、うん、もういじられ大臣だから。まあまあ、いろいろいじられた。今までいじられてきて、もう本当に、枕を何度濡らしながらこう立ち上がってきたかっていうね、そういう歴史があるからさ。なるほど。カジ君はほら、言うてもね、まあまだまだこれからの人だから。まあそうですね、まだ2、3度しか枕を濡らしたことがないですから。2、3度あるんだ。リアルにあるのか。まあ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 。まあね、いつか、いつか、こう、下野さんをね、そうだね、いじりたいなと。多分早いと思うよ、でも。多分そんなこのラジオあと2、3回ぐらいやったら多分もうカジ君ツッコミ役に回ってるから。下野さん、ちょっと待ってくださいよ、みたいな。それでいいです、いいんですか、うん、まあまあ徐々にこうツッコめたらいい、ね。そうですね、ツッコんでいきたいですよ。まあそんな感じでですね。はい、まああの、こんな風にですね、あの、うん、本当にお便りお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、うん、またですね、番組内でお便りを紹介された方にはですね、うん、オリジナルグッズをお送りいたします。はい、今回は、ラジオ配信記念ということで、僕らの色紙、うん、はい、色紙、サイン色紙を、うん、
皆様になんか自分でサイン色紙っていうのが恥ずかしくて。なんでだよ。なんか、なんで俺が。僕らのサイン色紙でいいんだよ。あ、そっか。下野さんを中心としたサイン色紙を。違う違う、おかしいおかしい。違いますか。おかしいおかしい。何言ってんだ、おい。びっくりした、今。俺中心ってどういうこと。カジ君どんだけちっちゃくなるの。まあまあ、なんかじゃあ、それをプレゼントしますので、お楽しみにしてください。なんだそりゃ。はい、ということで、はい、もう本当にね、いや、いろいろとてんやわんやしながらも、すいませんね、本当、てんやわんやですよ。無事エンディングを迎えることができました。いやー、ね、本当にね、どうしたカジ君、泣いちゃってんのかい。いやー、本当に大丈夫かい。下野さんがいてくれてよかったなと。まだ続きあるぜ。僕は成長していきます。成長し、このラジオで、まだね、大きくなっていきたいんです。そうだね。はい。声が大きくなってきてるよ。大丈夫か。本当にエンディングなんですけれども、カジ君、緊張したね。緊張ですね。はい。緊張しかしてないです。緊張しかしてない。楽しかったですでも、うん、はい、そうかそうか、よかった、うん、よかった。ありがとう。僕も、うん、あのね、本当にカジ君、はい、カジ君がね、結構前へ前へ頑張って出てきてくれようとしてるのがね、もう目にわかるからね。頑張るんですけどね、もう見てわかるからね。ちょっとなんか間違えちゃう。いや、間違ってない間違ってない、もう頑張っていこう。二人でこれから頑張っていこう。お願いします。はい、ということで、はい、こんな僕たちですけれども、はい、皆様ですね、一緒にこのラジオミスティを作っていきましょう。はい、可愛がってやってください、はい、お願いします。といったところで、はい、また7月18日にお会いいたしましょう。はいはい、さようなら。